高いとこ怖くないらしくて。高いとこ好きなワンちゃんって珍しいですね。猫みたいですね。ね、本当そうですね。木に登ったりも。お父さん体力大丈夫ですか。今登ったことないけど、なんか。ありがとう。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は去年11月に愛媛県動物愛護センターで行われたおかえり譲渡犬のイベント。センター出身のワンちゃん、優しい飼い主さんと出会えて幸せそう。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。やってきたのは愛媛県動物愛護センター。ここからもらわれていったワンちゃんが帰ってくるというイベント、おかえり譲渡犬。どんなワンちゃんに出会えるか。入り口にあるパン屋さんや産直も人気。かっこいいワンちゃん。愛媛 CATV の猫ワンっていう番組ですけど、撮らせてもらっても大丈夫ですか？どうぞ。ありがとうございます。ちっちゃい時にもらったんですか？いえ、この体重がそうですね、9キロちょっとの時だから、今の半分ぐらいの時、半分ぐらいの時、5ヶ月ぐらいなところで譲り受けたんですよ。そうなんですか。いろんなワンちゃんがいますが、ルー君に決めたポイントというか、何かあったんですか？ね、この子なかなか引き取り手が見つからなかったみたいで。おー、こんな可愛いのに、うん、だから2月ぐらいに出会ったんですけど、2023年の2月。そうです、今年の2月。はい。譲り受けたのは4月入ってなんですけどね、2ヶ月間誰も見向きもされなかったのか。そうなんですか。こんなに可愛い、うん、2ヶ月ぐらい僕らもこの子会ってたんで、はい、知らない間に懐いてくれてたんです。僕らが帰る時に塀を乗り越えて脱走して追いかけてきた。追いかけて、はい、もうご縁は自分で作ったパターンですね。ルー君、この人やと思ったんやね。正解やったね。よかったね。恥ずかしがりなのにお父さんは分かったんやね。実際飼われてみてどうですか？いや、やっぱりね、大変ですよね。大変ですか？うん、どういうところが？家の外で昔飼ってたことはあったんですけど。別のワンちゃんを？あ、もう昔です。あ、はい、昔、うん、ですけど、室内で飼うとなるとやっぱりいろいろね、大変なことが出てくる。まずトイレがね、トイレしつけないとね。やっぱりこう家の中で一緒に過ごしてたらいろいろ
人間側も気づくんで、はい、歯磨きしてあげないといけないとか、あ、そっか、爪切ってあげないといけないとかね、はい、どれも犬が嫌がることなんで嫌われてでも、うん、でもあの健康で長生きするためには欠かせないことですから、うん、はい、やらないと。そうなんですよ。それでこの素敵な毛並みも保たれてるわけですね。毛並みはそうですね、綺麗、ね、触ってみてください。触っていいですか、うん、触ってあげてください。ルー君、嫌みたい。いい、大丈夫ね。ルー君触ってもいい、うん、ルー君綺麗やから。ルー君綺麗、綺麗、ルー君綺麗やね。ツヤツヤのツルンツルンじゃないですか。シャンプーしたて、ね、シャンプーしたて。今日イベントっていうことで、そうです、おめかしして、今日はね、里帰り、里帰り、里帰り譲渡券っていうね、覚えてるかな。うん、あのここの職員の人にはすごく懐いているので大事にしてもらったんだと思うんですよ。本日は、お帰り譲渡券のイベントにご参加いただきどうもありがとうございます。令和4年度ですが、当センターに収容された犬猫のうち、犬161頭、猫132頭、合計293頭が、譲渡されまして、1頭でもですね、失われる命が、減りますように、1頭でも多くの、幸せが訪れますように、それがセンター職員の共通の願いです。はい、気になれてる。はい、どうぞ。はい、じゃあ、この子、女の子、どちらでしょう。女の子です。はい、ミクちゃんはどの子です。何歳になりますか。推定3歳。はい、3歳ぐらいです。ミクちゃんの名前の由来を聞かせてください。先住犬の名前の頭文字を取って、全部組み合わせたら千鳥になるんですよ。あ、で、はい、リっていう名前でなんかないかなって言うんでリクつけました。あの、ちなみに先住犬の名前は、チョビとドンです。なるほど、千鳥、なるほど、千鳥と、なるほどね、そういうことだったんですね。はい、はい、他に何か候補あったんですか、あの リがつく名前の。リカとか。あ、リカちゃんとかね。あ、女の子っぽい。なるほど。で、最終的にリクちゃんになったんですね。そうです。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。頑張って、ココちゃん。はい。じゃあ、ココちゃん、男の子、女の子、どちらですか。男の子です。はい、男の子です。はい、何歳でしょう。2歳半。2歳半になります。はい。ココアちゃんの名前の由来は、仙台犬が、あの19歳で亡くなったあの仙台犬がいるんですけど、その犬が真っ白で、あのミルクって言ってたんですよ。おー、なるほど。で、この譲渡された子はこう色、あのココアっぽかったんで、ミルクココアで行くか。あ、なるほど。うん、それで続きであのココアって言ってました。あ、なるほど、はい、なるほど、ミルクココアちゃんとココアちゃんだったんですね。なるほど、よくわかりました。はい、ありがとうございました。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫は